地方農政局とは、農林水産省の地方支分部局である。地方農政局は、農林水産省本省が所管する、行政事務全般について、各地域の実情に即した行政を実施しており、農業生産の振興、農業経営の支援、農産物の安全、主要食料業務、農林水産統計の整備、地域振興、農業土木など、各半にわたっている。 なお北海道においては、北海道農政事務所が地方農政局に準じた組織として農業土木を除く、その他業務を所管している。また、沖縄県においては地方農政局に相当する業務は内閣府の地方支分部局である沖縄総合事務局が所管しており、同局の農林水産部が担当している。これらを含める場合には、 地方農政局等という表現を用いることがある。北海道農政事務所は地方農政局ではないが地方農政局に準じた組織として挙げてある。地方農政局の所管事務のうち農業経営の安定化、農産漁村の六次産業化、職の安全安心確保、統計調査、情報提供などについて地域に密着した事務を文章させるため各都府県庁所在地に 地方3時間を配置した県域拠点を設置している。県域拠点は従前の地域センターを母体としたもので、地方農政事務所のもとに多くの地域課及び統計、情報センターが県内各地に散在していたのを改め、一定規模以上に集約した組織を置くことにより、行政事務を合理化した。なお名称は、改組当初は支局が多く使われたが、 2018年現在、県拠点で、ほぼ統一されている。農業土木に関しては、多くの種別の事務所、事業所が存在し、地方農政局の農業土木に関する事務の、うち個別の事業に関する事務を文章している。それぞれの事業の推移、進展により、事務所、事業所は随時新設や廃止が行われている。個々の事務所、事業者の名称には、 事業対象の地名を冠している。ありがとうございます。